はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、前回ですね、ファンパレチケットを大量にゲットできるという、動画を、出したと思うんですけど、ぜひそちらもねちょっと見ていただけたらなと、概要欄に貼っておきますので見ていただきたいんですけど、今回それでゲットしたファンパレチケットですね、こちら28枚ありますので、これでちょっと神引き狙っていきたいなと思います。いやマジであれやばいわ。ちょ、これからはちょっとねファンパレチケットでがっつりカチャを引くことが増えるかと思います。というわけでじゃあ行こうか、もう早速よ。で、まあ、ファンパレチケットはファンパレガチャしかダメなので、まあ、おっこつくんが今実装前なんですけど、おっこつくんが来ようが、まあ、出てくるキャラクター変わらないのでね、あの、吉野純平くんもいないので、多分、まあ、これに関してはもう常にこのキャラクターたちだけになると思います。まあ、でもパンダゲットしてないし、トードもゲットしてないし、トゲくんもゲットしてない。で、なんだったら突したいキャラクターいっぱいいるし、さらに、SR の、そうだね、もういっぱいゲットしたいキャラクターいっぱいいるので、で、あとあれだよ。いる、あるかな、ちょっと待って、あるよね。SSR の企画外、これ僕が今多分一番ガチャで欲しいやつ、この企画外ですね。この企画外をどのキャラより欲しい、一番欲しい、斬首というかキャラクターも含めて、でこれ狙っていきましょう。ということでじゃあいきます。あのさすがに長すぎるんで、スキップしていきますね。はい、こういう感じでいきます。ファンパレは多分、ファンパレチケットの場合多分1回ずつしか引けない。いいのでびっくりした。あ、でもこれファンパレ、そう、これガチャ1回分に多分変換されるんじゃない？ 1 回で40枚だったかな。だから、この SR が1回出れば、この前の動画見てほしいんですけど、2回ファンパレチケットがゲットできるようなもんなんですよ。これ、1回お得になりました。そう考えるとやっぱやばいよな、その仕様。あー、まただ。これまた引けんじゃないか。え、待って、無限に引けるとかないよね、さすがに。ねえー、ミヤちゃん、これは覚醒させときたいな。うん。さあ、行くぞ。覚醒はちゃんとやっぱりやっとかないとね、キャラクターに関しては。斬首はね、やっぱり使わないっていうのが多いから、で、ミワちゃんとかは使うときはステージによって使ったりする。でも斬首はもう決まってるからさ、それだったら多分ファンパレチケットにした方がいいと思うんだよな。スキップ。いやー、SR 来てほしいな。いや、これすごいなんか気持ち楽だぞ。ファンパレチケットってことは、あれ、なんかレアばっかだね。あ、でもこれ仕方なくない？くぅー！なるほど、1回でいいから SSR 来てくれ。SSR1 回！くぅー、ダメか。でもさ、これからなんか、ファンパレチケットとかに変換できる。で、さらに SSR の覚醒にも使えるって思うと、斬首が出てきてくれても、今までさ、SR の斬首来たら、あーってなってて、ミーアちゃーん！SR の斬首来てたら、あーってなってたけど、それがちょっとなんか、まあ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 ってなるようになった。あー、ななみー！よーし！よし！よし！これマジで嬉しい！やったー！やったぞ！来た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 ！ナナミいいじゃないか！いいぞ。でも SSR 欲しいな。一回ぐらいどうだい？約30連した。ラービックさん！おっ！ラービックさん！ああ、焦った！企画外来たかと思った今。焦ったー！これでもあんま使わないやつかな、多分。体術式28。必殺ゲージが最大の場合。いやー、まあ悪くはないんだけど、多分使わないから、これファンパレチケットにしちゃっていいんじゃないかな。あんま多分使わないと思う、これに関しては。オーケー！いいぞいいぞ。これ残暑ちょっとしっかり見とこう。HP35%、コマンドスキルまたは必殺スキル。使用可能2ターン経過で最終7ターンでしょ。ちょっとこれも使わないから、これもファンパレチケットに切り替えちゃっても大丈夫かもしれない。はい。さあ、いいぞ。なんか、どんどんなんか、お得感が出てきたな。ああ、そう、これも一応チェックしとこうか、ちゃんと。術式 45% だ。9ターンはちょっとさすがに長すぎる。SR に関しては、本当に少なの器とか、もうそれぐらいのレベルじゃないと、やっぱり SR はね、まず SSR と SR で、能力値アップが違いすぎるから、もうそこの時点でやっぱりもう、かなり SR に関しては、効果がすごくないと。ねえ、あまりちょっとやっぱり使う気にはならないからね。4ターン目開始時バトルいって、いやー、これもう売っちゃっていいかな。ちょっとこの後また、ファンパレチケットに変換して、またちょっとガシャ引きたいなと思います。今28回でしょ。多分50連ぐらい引けるんじゃないかな。でも、残念ながら今んとこ SSR はあまり来ておらんと。ということで、じゃあちょっと、これ売っちゃいましょうか。こういう感じでほら、売れるのよ。いや、いいな、これ。いいぞー、これ。これで変換します。大丈夫だね。SS 変換する。OK。ちゃんと確認が入るのいいっすな。で、ここで、もう一回ちょっと、またね、おさらいすると、
見てない方のためにね、これでこうすると、はい、ありがとうございます。8枚ゲットです。8連引けます。素晴らしいです。これは最高です。38、ちょ、切りよく40連にしたいな。ちょっとあと2回単発でも引いちゃうか。あ、でもその前に SR 来たのか、来たらいいのか。じゃあちょっとガチャ行きましょう。もう1回まだ引けるよ。もう1回遊べるドン遊べるドン、遊べるドン、遊ぶドン。たくさんファンパレガチャ引くドン。あ、来た。あー、これかー。これありだね。これはいるわ。これは使わない。うん、これに関してはちょっと残し、いやでもない、いやいやでも正直、いや使わんわこれ。 60% だったら、それだったら別のでいいもん。 SSR でいいもん。これもちょっと売っちゃっていいかな。うん、本当に、そうだね、いい感じに。ちょっとやっぱ SR でハマるキャラっていうのがあんまりないわな。やっぱりスクナの器がちょっと異常なだけであって、 SR は基本的になんか、まあ、よくあるキャラクターで、星5とかの中の星4みたいな感じだからね。うん、これも面白いスキルではあるんだけどね。必殺ゲージ250回復なんだけど、3ターンでね、再使用でできるんだけど、 HP15% 分のダメージはさすがにちょっと大きすぎる。 15% はちょっと食らいすぎね。うん、でここら辺がコマンドスキル、必殺スキルに変換、自身の 70% アップね。2ターンの間はいいんだけど、あっ、しまった、使っちゃった。まあいいや。でこんな感じで今39連目だね。でまたこういう感じで、まあこれ売っちゃっていいな、ここはいいかな。はい、売ります。で、また2枚ゲットできると。これはちょっと本当にいいのを知ってしまったな。はい、というわけで、じゃあちょっとこっちに変換したいと思います。まあ、無限だもんね、ファンパレチケットはね、これで。でガチャで、じゃあ最後いきましょう。これで多分最後になるんかな。はい、まあこれで40連目です。はい、あー、もう一回引けそうだけど、まあいいや、残しとこう。はい、これでとりあえず一回終わります。そうか、40連引いたんだけど、まあでもナナミン出たから、まあいいのかな。これってさ、ファンパレチケットだとちょっと提供割合変わったりするとかある？多分これは関係ないよね、おそらく。多分そういうのはあんま関係ないと思う。いやでもナナミンいいぞ。ちょ、ナナミンもちろん強化させます。これはやった。しかもナナミン見て、これ初期磁力が多分これ上がる。やった、はい、覚醒。これで初期磁力が30なのが40になります。これがね、めっちゃ大きいんですよ。これは大きい。初期磁力プラス10ですね。そうすることによって、結構ヤガさんがそうなんだけど、なかなかヤガさんのデバフって、そのバフなくならないんですよ、スキルが。それの理由って初期磁力が40っていうのがあって、これ気張っていきましょう。結構ナナミンね、これ気張っていきましょう。使えずに通常攻撃ってパターンが結構多いから、それがなくなる。まああんまりね、あんまりなくなる。結構追いつくようになってくるから、気張っていきましょう。こちら、追加されましたので、よしよしよし、これでさらに私は強くなることができたのだよ。いやー、いいものを知ってしまった。今度いいものを知ってしまったよ。素晴らしい。 28回引いて、そこからさらに13回余分に引けるという、半分ぐらい戻ってくる。 SSR 引けばだけどね、 SSR の残暑を引けば今みたいに半分戻ってくる。でも皆さん気をつけてもらいたいのが、さっき僕がしたように思わず単発を引いてしまって300使ってしまう。それだけ皆さん気をつけてください。これ私よくやってしまいますね、すいません。ちょっと皆さんはそんなことしないように気をつけましょう。よし、じゃあこちら、呪物収集やっていきましょうか。はい、でね、今日の朝のね、動画のあのファンパレチケットっていうあの動画のコメント欄でですね、情報が遅すぎると、他の YouTuber さん見ないんですかっていうコメントあったんですけど、見れないんですよ。はい、まあちょっと戦いながらちょっとそれ説明しましょうか。まあちょっと久々にちょっとガチパって言ったらあれだけど、これでいくか。それ見ちゃうと動画出せないんですよね。なんかその見てさ、動画作っちゃうとやっぱりなんだろうな、ちょっと出しづらいというかさ、っていうのがあるので、基本的に見ないようにしてて、でかつ出しちゃったら出しちゃったで、じゃあ出しちゃおうって思って出しちゃったらパクリみたいな疑惑が出ちゃったりとかしちゃうからと思って、まあちょっと僕が気にしいなだけかもしれないんだけど、なんかちょっとやっぱりいろいろ気にしちゃうんですよね。だからちょっとまあ
まあ、基本的にはちょっと他の YouTuber さんは見ないようにしておりますので、だからよかったらね、その YouTuber さん見ない代わりに皆さんが他の YouTuber さん見ていただいて、あの僕に DM いただけるとありがたいです。そしたらあのすぐに紹介できますのでお願いします。はい、そう、もうなるべく見ないようにはしてる。やっぱりね、こういうその教える系というかさ、伝える系はやっぱりね、そのどうしてもそういう問題がちょっと出てきてしまったりすることが多いので、なかなかちょっとこちらとしてもちょっとね、出しづらいっていうのがあるから、はい、いろいろ考えちゃうんだよね。いやこれみたいなちょっとぜひお願いします。はい、ちょっとそれを言いたくてちょっとお話しさせていただきました。はい、とりあえずななみんがね、これもうかなり覚醒することによってスキルが40になったので、もうガンガンスキルが使えますね。いやマジでいいわ。で野原ちゃんやっぱこれいいな、斬死、必殺技がすぐ溜まるから、まあ、ちょっと火力は下がるんだけど、その代わりもう友なりを、かんざしをもうガンガン打てるわ。いやこれありだな。いやだから規格外なんだよ。規格外があれば全てが解決するんだよ。もう絶対おこつくんのガチャで規格外出すからな。でしかも今回のこのファンパレチケットをいっぱいゲットできるということで、ちょっとかんざし打っちゃうかも。打っちゃおう。ファンパレのチケットがもうガンガン回せるから、それで規格外も絶対当ててやる。でまあ基本的にでも多分規格外出ても五条先生につけると思うんだけど、まあステージによってはその野原ちゃんしかいけないっていうところは規格外をまあ野原ちゃんにつけてみたいな、必殺ゲージ貯めてみたいな。これやばいって、ほらめっちゃ上がる、ブンインブンイン、ほら見て半分、いきなり半分でござるよ。すごないこれマジで、素晴らしいです。痛くありません。本気でやれば、本気パーティーだったらこんなもんです。やっぱ自分翔子はやっぱ欲しいな。まあおこつくんが来たらもうちょっと使い道がなくなってきてしまう可能性はあるんだけど、さあこれでおそらくブレイクできます。よし、いけ呪骸耐震撃罪、いいぞ。でかんざしで倒すかどうするか、友なりでも倒していいけど、これサンプル回収決まっていきましょう。次でたまるよね、次のかんざしでいきます。はい、決まっていきましょう。そしてあーまだたまらない、ギリたまんないようになってんのかこれ。片付けます。マジか。相手してやる。じゃあ釘飛ばし、ちょっと釘カウント置きます。でよいしょ、で釘飛ばしで6万2000か。で最後能力上げて、まあ一応こうしといてかんざしだ。オッケー。てか必殺技打つ必要なかった、必殺技ってか斬死使わなくてよかったね。いくぞかんざし。まあでもやっぱりちょっと火力はやっぱり、おっと大丈夫か、ちょっと火力はまあ32万とちょっとやっぱ落ちちゃうよね。うん、その斬死をつければもっと50何万いくけど、まあその代わり回転率、あとさらにブレイク力だよね、ブレイクしやすいから、まあ必殺技上げて火力よりもブレイクを取るかっていう問題になってくるのかな。はい、まあというわけでとりあえず今回はちょっと40連させていただきましたが、いやこれいいね本当に。もうガンガンファンパレガシャ回せるんで、だからおこつくんのガシャの時にちょっと残死とかね、いろいろちょっと集めて、それをまたファンパレチケットに変換して、今度はちゃんと100枚、まあ99枚かもしれんけど、限度100枚ぐらいをもうちょっと一気にゲットしてガシャを回す動画したいなと思います。はい、そうだね。あと一応コメント欄、今日の朝のコメント欄にもあったんですけど、レアとか、まあ、そこら辺ももしかしたら今後レア限定のステージとかあるじゃないですか、レア SSR 以上使っちゃダメみたいな、要は縛りステージみたいなイベントとかさ、そういうの出てくるかもしれないので、まあその時のために一応レアに関してはちょっとそこだけ自己責任というかね、まあ、SR もそうなんだけど、そういうのも出てくる可能性もありますよっていうコメントもあって、あ確かになと思ったので、ちょっと一応お話ししておきます。はい、まあ、というわけでじゃあ今回は40連で、まあななみん来たからいいんじゃないですか。いやバフがけはね、多分しばらくまだ出てこないと思うんだよ。そのおっこつくんが、まあゲトウがワンチャンかな、ゲトウがワンチャン、まあ、能力上げキャラかもしれないけど、今んとこどでかいキャラっていうとさ、まだ出てきてないどでかいキャラっていうと、やっぱスクナとおっこつくんが今今の時期っていうかね、その今の時期っていうか、ストーリー上だと多分おっこつくんとスクナ、まあおっこつくんは確定だけど、ほぼまあおっこつくんは多分バフがけ全体バフはないだろうし、うん、回復とかだろうし、もしあるとしてもね。で、スクナは全体バフ絶対ないから、
だそう考えるとまだ学長とナナミンの時代はまだ続きそうな気がするんでね。まあなんだろうな、またちょっとナナミンはもうちょっと突させていきたいなと思います。はい、よかった今回はマジで嬉しい。 SSR、 まあもちろんよく言うんだったら SSR が出てきてくれたらよかったんだけど、まあナナミン出てきてくれただけで全然よかったです。はい、というわけでじゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。そして明日ですね、明日の21時頃に、おっこつくんの多分性能動画出せると思うので、ぜひ、そちら見ていただければなと思います。詳しく、まあぶっ壊れキャラだとは思うんだけど、さすがにそちらをまあちょっとどうなのか、あとスキルの多分スキルとか詳しい情報とかも出てくると思うんで、そちらも紹介します。はい、というわけでじゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。